求めなさい、さらば与えられん。探しなさい、さらば見出さん。門を叩きなさい、さらば開かれん。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。みちる100円ライター最新式だ。ガス切れちまったよ。借りるぜ。悪いね。ねえ、おだっちも一緒に踊ろうよ。いいよ、俺はあいつらと踊ってこい。一緒に踊ります？いや、大丈夫です。あ、釣れないの？一人？そうです。いいね。ウィス一杯おごろ。何がいい？あ、そうですね。いや、でも大丈夫です。遠慮はいいんだよ。何にする？いや、本当に大丈夫です。そうか。はい。ん？お話を聞きたいんですけど、いいですか？お？お、なんで改まって？いろいろインタビューしたくて。あ、何が聞きたい？
何を考えて生きてますか？何を考えて生きているか、なかなか確信をついたインタビューだ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何を考えて生きているか、切り口が多くて難しい。何でもいいんですけど、なんか自分はこういう風に生きたいとか、今の時代にこういう風に思うとか。君は何を考えて生きてるんだ？君は普段何を思って生きてるんだ？俺は聞かせてくれよ、まだ君から。なんか生きづらいなとは思ってます。なんていうか、しんどいというか。その心は、なんか突然俺何がしたいんだっけっていう日がたまに来ます。選択肢が多すぎるのかもしれないです。もったいない。何でも許されてるんだ。何をしちゃっていいじゃないか。そんな考え込むことじゃない。何でも、そうだ、何でもいいんだ。石油ショックやら何やらで荒れてたが、それでも俺たちは自由だ、豊かだ。それは特権だ、俺たち戦後世代の。それに何たって日本は世界一だ。俺たちが国際社会を牽引していくんだ。俺たちが国際社会の経済をリードしていくんだ。俺たち若者が引っ込み思案になっていてどうする？いや、わかるぞ青年。モラトリアムってやつだ。わかるよ。自尊心の欠落、己を何者と定義していいかわからない。誰にでもある葛藤だ。俺にも経験がある。だが見てみろ、街はネオンできらめき、希望と欲望とで満ち溢れている。この国は今確かに花を開いていってる途中だ。華やかに着飾り、金を稼ぐことが正義。金を稼ぐことこそ一番の社会貢献だよ。この国が国際社会の経済の一員に復帰したことの証明だ。金を稼ぐんだ。稼いで物を買って生活を生み出して経済を回す、発展させる。それが幸せ。グローバリズムのトップに君臨するんだ。時代は過去から未来へと移り変わる。我々はその最中に生まれたんだ。精一杯それを享受し楽しむのが先人たちへの敬意。違うかい？なぜそう口としてる？なんかびっくりしてます。何に？こんな輝いてた時代があったんだなって。ギラギラしていていい時代というか、みんなが上を向いている感じがして羨ましいなって思いました。素直に。少し歩くか。戦後日本人が何を得たかわかるか？何ですか？国家アレルギーだよ。その上に個人という価値観を上塗りした。個性が大事、人権の尊重、機会の平等。でもそれは正論に見えて、結局は単なる快楽や欲の追求、自己顕示欲のエゴイズムだ。本質なんてあれしない。なぜそうなったかわかるか？アメリカがしているんだ。合理主義、利便主義、便利が第一。しかしその結果、俺たちは路頭に迷っている。なぜかわかるか？信じるものがないからですか？そうだ。彼らにはキリスト教がある。しかし俺たちは奪われたんだ。俺たち日本人が全員で共有し真にすることのできた天皇だ。欧米人は自分の信ずる宗教の中で善悪の価値判断ができる。だが俺たちはどこに向かっているのかも分からず、ただ闇雲に資本主義の山を登っている。己が何者か分からない。自分探しまで潰します。あれが見えるか？ここ西
西新宿開発地区都市計画だ。うちの会社が関わってる。戦後すぐはヨドバシ区と呼ばれていたらしい。焼け野原からここまで来た。ここにたくさんビルを建てるんだ。見ろあそこのビル。うわ、住友三角ビル、すごいだろ。最先端の超高層ビルだ。あそこが見えるか。歌舞伎町だ。あそこにも続々と工業施設が作られている。きっとこれから東京一の繁華街になるだろう。あ、ゴジラのところ。何もかもが成長している。平和だ。平和すぎるほど。少女が暗闇の街を一人で歩いていても平気なほど。それを間違いだと疑う者なんて誰もいない。しかし信ずる者がないから信じてもらえているという実感もない。自己とエゴ承認欲に呪われた亡霊だ。己が何者かわからない。国の由来とか王族の歴史とか、そういうストーリーを失ってしまった。だから金と物で支えるしかなくなった。消費と金儲け、その繰り返し。果てには自分が何者か分からず、国や歴史や共同体から切り離された浮遊する子になったために、自分探しまでする始末だ。俺しかりな。もう一つ連れて行こう。好きな場所なんだ。静かで。あれよ、台場だ。あ、お台場。この下にな、トンネルが通るんだ。驚くだろ、近代化はすごいもんだ。なぜそうであまりこくってる。いや、喋りすぎたな。だがさっきのお前の言葉を聞いてつい話したくなった。勘弁しろ。いえ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますか。面白いな。俺は全て俺たちの世代がぶち壊したとも思っている。宗教しきたり気持ち悪い。天皇愛子、ファシズムだ。反戦平和。天皇はこの国の象徴だ。戦争は必要悪だという論がある。だがその犠牲を払ってまで我々が得たものが、理性の解放ばかりを考えるようになった今のこの国が、戦死した俺の父が本当に思い描いてきた健全な日本なのか。そこには確信が持てない。俺は毎日楽しい。生きる活力に満ち溢れている。だが幸せかと聞かれるとわからない。何をもって幸せとするかがわからない。きっと楽しいと幸せは別なんだろう。まあそれはどの時代も一緒なのかもしれないが。君は幸せか？幸せです。そうか。それはいい。でも、どっかに本当の幸せあるんじゃないかなってずっと考えてます。なんだ、本当の幸せとは。そうですね。完全に有意義に毎日を生きれるとか、やりたいことをちゃんとやりきれるとか、そういう。やりきれていないのか。そうですね、全然。だがにわかにはあったのか、やりたいと思えたことが。まあ、はい。やりたいと芽生えたことがあるわけだ、気持ちが。はい。だったらやった方がいい。やりたいと最初に思ってるならやった方がいい。
失敗する可能性が見つかってしまうのは必ずその後だったはずだ。本能では先にそのやりたいことを思いついてる。だったらそっちの方が正しいはずだ。そうだろ？そうか。そうですね。結局人間は自分が魅力的だと思うものからは逃げられないよ。あー、お疲れだ。おー、あ、どうも、こんばんは。こんばんは。二人で何話してたんだよ。いい女でも見つけに行こうってか。違う。まあ幸福についてかな。なんだそれ。違う、なるほど。どちら様ですか。お客さんだよ、よそからの。いや、長引くな、ロッキード。どうなる、将軍田中角栄。どうなるかね。いい政治家だったんだけどな。出た、これ見て。これ今日うちの技術グループの間にも話題になってたんだよ。これからコンピューターの時代来るぞ。アップルコンピューター、なんだそりゃ、リンゴか。ちげえよ。新しく創業したコンピューター会社、なんか独自のシステム開発らしくて、そのうち日本にも来るぞ。やっぱりアメリカすげえよ。ああ、コンピューターね。そのうち冷蔵庫とか洗濯機みたいに一家に一台コンピューターみたいな時代が来るんだよ。すごいと思わない？すごくない？ね、そうです。そんな大したもんかね。いや、必ず革命が起きる。いつかは分かんないけれども、俺は今もうすでに予言しとくぞ。したからな。すごい。したぞ。聞いてないとか言うの？そのうち手のひらサイズになったりして。君も予言少年か。何楽しそうに話してんの。今ね、予言少年と話してたんだよ。何かとってもうさんくさ。うさんくさくないよね。こんばんは。こんばんは。何話してたんですか。あ、そうそう、なんだ幸福って結局。あ、なんだ幸福とは。いや、わかんないですけど、なんかみんなすごい楽しそうですね。上を向いている感じがして。今だけだよ。上向かないでどうする。今はイケイケゴーゴーの時代。昔は戦争があったけど、俺たちはそれを知らない。その後に生まれた世代なんだけど、日本人っていうのはみんな暗い過去を抱えてる。それを乗り越えて生きてきた。誇れる未来にしないといけないだろう。そうです。まあ、とどのつまり、とどのつまり、楽しんだもん勝ちってことだ。イエーイ、イエーイ。ヨーコたちも幸せ真っ盛りだもんね。そうね。私はこうやって賑やかに楽しむのも好きだし、何にもない日常も好きだもん。ああ、そうだな。ああ、平穏な日常がただだと思っちゃいけない。幸運にもかろうじて平穏な日常があるだけなのかもしれない。そうだな。アメリカだってまた戦争してるでしょ。違ってるわ。そうね、ダメよ戦争なんて。弱い者いじめなんてしないで、みんなで手をつないで仲良くすればいいじゃない。その方がハッピーでしょ。ラブ&ピースだわ。お前言いたいだけだろ。あ、バレた。っていうかさ、君はなんかやりたいことないの？やりたいことさ、とりあえず帰る。あ、違う違う違う、将来、将来何をやりたいと思ってる？将来決まってないのか？そうです、特に。まあ就職活動はしてますけど。そうか。いろいろあるんですけど、それをちょっと人に言うほどには恥ずかしいというか。そんなこと恥ずかしがるのは君くらいだぞ。言わなきゃ実現しないだろ。はい、な。そうよ。
まあ君は悩んでんだよな。そうです、うん、悩むっていうのはいろんな選択肢の中でどれにするかを悩む。そうそう、で決めるっていう行為はどれにするかを決めるっていう。そうだね、その2つは全く別物、うん、人生を豊かにするためには常に決め続けなければならない。そうよ。でもなんかそんな実行するほどにまだ自分が追いついてないというか成長してないというか。誰が決めたんだそんなこと。自分ですけど。いいか、自分の成長とはどれだけ自分の決めたルールに自分で従えるかだ。今日も自分の好きな自分でいれたと一日の終わりで振り返られるかどうか。他人になって関係ない。自尊心を高めることが大事だ。カッコつけちゃって。今人生の先輩としてカッコつけたことを言っておかないと。言っておかないと。カッコつけちゃうね。でもそんな簡単にいかないですよ世の中。僕の知る限りですけど世の中こういうものでしょっていうのは自分の主観だろ。まだ主観に入っていない隠された新しい面もあるかもしれないだろ。まだまだ知らないことがたくさんあるぞ。これからたくさん新しい世界を見ることになるかもしれない。今日みたいにな。なんかこの曲つまんない。変えてもらおう。そうだな、行こうか。もっとムーディーな曲。これ忘れてるって。酒飲んでないぞ。もちろんよ、オレンジジュース。ああ来年の春に生まれるんだ子供。来月式まで。おめでとうございます。ありがとう。さっきの質問なんですけど、うん、将来のこと。ちょっとまだよくは分かってないんですけど、もうちょっと考えてみます。せっかくの一度きりの人生なので、平凡な言い方ですけど。そうだ、すいません変なこと言っちゃって。いやそんなことないと思う。聞かせてくれてありがとう。でもこう考えてみるといいかもしれないな。いつか死ぬ間際、じいさんになってぼんやりと病院の天井を見上げた時、俺はやりきった、これで満足だと思えるかどうか。最後に見る天井が後悔の天井なんてやだろ。俺はそう思う。成功すればいいってもんじゃないが、せめて自分の大切な人たちにはいいものを残しておいてやらないといけない。あなたと関われてよかったわってな。人間はみんな一人だ。親子としてつながっているつもりでも、それは母親の腹から出てきたというだけで、魂は別々にそれぞれもらい受けている。親はいつか必ずいなくなる。子供はいつか親を失う。一人で生きていかなければならない。そうなった時、彼らが幸せに生きられる未来を俺たちは作っていかなきゃいけない。たとえどんな未来が来ようとな。連続する時間のどこかに生まれつく。鳥が自分の巣を大切そうに作るように、人はその時代に生まれついて、その時代しか生きられず知ることができない。彼が僕の生きている年代まで到達することはきっとない。しかし彼は21世紀を展望している。彼は精一杯この時代を生きている。そして国家も人間と一緒に年を取っていくのかもしれない。経験し何かを得、何かを失う。目新しさをも失っていく。
何も知らない子供が何かを知った大人になっていくよ。ありがとうございました。いろいろお話聞かせていただいて。こちらの方、今日君と話せてよかったよ。いろいろと気づくことができた。それは良かったです。感謝する。まあほとんどは自分で話して自分で気づいたことだけどな。そうか。そうだ、すまない、使い切ってしまった。全然大丈夫です。素敵ね、それ。あ、古いものも悪くないよな。あなた、この方からいただいたの、それ。どう、ダメじゃない、もらいっぱなしじゃ。何か別のものをこしらえないと。あ、いや、本当に大丈夫です。ダメダメ、ほら、何か。終わりと言ってはなんだけど、これ差し上げるわ。英国から取り寄せたクッキーなの。美味しいわよ、よかったら。ありがとうございます。じゃあな、元気で。はい。